めてください、はい、だから昔の話でしょ、はい、あのえ最近使ってませんを否定しないでください、はい、見たことある。それではどうぞ、はい、重箱なんですか。あ、そうですね、重箱になってますね。それは普段使われてるんですか。普段使いません。あの、あ、使う僕は使わないです。そうですね、あなた使ってる。私はあの今ちょっと父が亡くなってからは使ってないんですけれども、あれは、父が海老蔵時代に絵付けをしたものなので。ああ、そう、ね、そう使ってないでしょ。で、あなた使ってるんですね。いや、父はよくね、休みの時は絵、ね、いろいろやってたからね。そうなんです。そういう時は見るけど時々。あんた今何使ってるの。あの家族でちょっと兄はあの結婚しちゃったのであれですけど、結婚しちゃったって、別々になっちゃったのであれなんですけれども、あの家族でたまたまあれをずっとしまい込んでたのを見つけまして、あの時々なんか母があれに何か入れてくれました。何入れるんですか。ローストビーフ。ああそういうのを入れて昔ね。だから私の中で昔です。まあ彼女の中だと、まあ、最近もなの。いや、今はもう父が亡くなってからもうちょっと。だから昔の話でしょ。最近使ってませんを否定しないでください。はい、失礼いたしました。はい、少なからず10年は見てないよ。そう、出してないです。そう、はい、久しぶりに。やめてください、はいはい、もうやり取りが、まあ、そう、おかしいでしょ。10年見てないですって言ったら、いや、みたいな。見たことあるみたいな。いやいやいや、それは知らないよ。なの、ね、先ほどこう絵の話もありましたけど、はい、大好きでした、ね、すごく才能が、ね、そうですね。私が11代目の市川海老蔵を襲名させていただいた折に、父がこう描いた海老がこの常識膜というか引き膜になって、常識じゃないですね、引き膜になって、まあ、これをこう今日展示してくださってる、ね、これは改めて本物だそうです。本物な、あ、そうそうです。はあ、え、万次郎さん、あまり分かってない。分かってないです。いや、これでもあれでしょ、このサイズじゃないでしょ。折ったんですって。折ったって。え、これ全部繋がってるそうです、後ろまで。ああ、ですから私の目から見るとあの違って見えるわけですね。私はこの寸法が違って見えますから、はい、でもこの絵も描かれて分かってなくないからあのこれだけだから。それは彼女がそう言ったから、あたかも分かってないかのように聞こえるが、10年間使ってないということは最近使ってないで合ってませんか。どうですか、最近使ってません、10年間どうですか。どうなの、水仙さんの方が安心して聞ける感じ。そうだ、もう全部聞いてください。